ボートレースフットボール企画特別編第2弾ということで、北海道コンサドーレ札幌、小野伸二選手、金子拓郎選手にボートレーサー養成所の入所試験にチャレンジしていただきます。どちらの選手がボートレーサーとしての適性が高いのでしょうか。今回チャレンジしていただく試験内容は手腕となります。手先の器用さはボートレーサーにとってモーターやプロペラの調整などに必要になってきます。それでは手腕に挑戦していただきましょう。そうですね、まあ、サッカーばっかりやってきたんで手を使うことはなかったんですけど、まあ、すごいってところ見せたいなというふうに思います。しんじさんに勝てるように頑張ります。やばいやばい、ベトベトしてるのか。確かに。ちょ、めっちゃ焦る。焦ったらダメだからね。隣に審査入れるとめっちゃ焦る。隣お前だから安心するわ。あれ手汗でくっついてくる。落ちるぞ、落ちるぞ。え、本当ですか。はい、え、やばい。はい、オッケー。この選手1分14秒。すごいのかわかんない。どうなんだこれ。どうなんだ。金子選手1分41秒。30秒差。男性合格者の平均値は1分11秒。おお。俺がダメなんじゃなくて新さんが早めっていうことなんで、皆さん勘違いしないでください、ね、それはしょうがない。ボートレーサーの募集に関する詳しい情報は新ボートレーサー募集ウェブサイトにございます。スマホやパソコンで新ボートレーサー募集と検索してください。皆様のご応募をお待ちしております。